こは我慢して、やっぱりこう優しく愛を持って育ててあげないと。僕は基本的に従業員に言ってるのは人間力ですね、ここだけ。考え方とか捉え方とか人間力はめちゃめちゃうるさいです、その代わり、だって求人媒体に頼る人ってあんまり質良くないんですよ、はい、だって友達いないってことじゃないですか、この仕事はなくならないです。よろしくお願いします。お願いします。初めまして。初めまして、辻と申します。小宮と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初面談ということでね、はい、ごめんなさい、せっかく初面談のカメラ回したって申し訳ないです。なんかその初々しさを撮ろうかなと思って。いや、ありがとうございます、はい、なんか軽く自己紹介していただけたら、はい、千葉の方でネイルとまつげとエステのお店をやってるものになります、はい、トータルサロンですか。はい、トータルサロンです。といえど、はい、オーナー兼技術者であるので、はい、ほぼというかフルってもうがっつり入ってしまってるので、お客様はやっぱりありがたいことにリピートしていただいて、はい、ちょっと枠が空いてもすぐ入るっていう状況にはなってくださってるんですけれども、はい、でも実際やっぱ次のステップって進んだ時に、うん、やっぱり自分の手を開けていかないと次のことが何もお店として前に進んでいかないっていうことに気づき、はい、やっぱりスタッフを募集したりとかしたりとはするんですけれども、うん、やっぱり自分自身が手一杯になってしまって、うんうんうん、やっぱ下のこの教育だったりとか、はい、なかなか求人が上手にできない、はい、募集しても未経験が入ってくるとかっていうので、はいはい、そこを育てられる時間がなかったりとかっていうところが、はいはい、ちょっとそれがもう3年ぐらい続いているので、うん、ちょっとな自分の中で長いなっていうのと、はい、そこをやっぱり打開をできるような感じにしていきたいなと思って、はい、実際のオンラインの方に入会させていただいて、何かこうきっかけがあって、自分が行動できたらいいなっていうのを。ありがとうございます。でも何を見てくださってたんですか？ YouTube ですかね。よかったね、コウスケ。よかったね。もう何年やってるんですか？でも3年間それってことは。今5年ですね。すごいですね、でも。何坪ぐらいのお店やってるんですか？坪、なんか長いです。でかい、結構坪数は、はい、なんですか？平米数もわかんないですか？はい、わからないんですけれども。うん、家賃いくらぐらいですか？家賃は20ちょっとぐらいで、まあ、席としては5個トータルで5個。あ、結構ありますね。はい、あって、今まあスタッフとしては私ともう一人の新人さんっていう状態なので。じゃあ2人でやってますか？2人でやってて、ちょっとバイトで入るぐらいな感じなので、はいはいはい、もうなんか自分が動いて稼げる金額っていう条件をちょっと、アッパーが決まってますもんね、決めてしまったので、ね、そこら辺とかっていうのをやっぱりちょっと次の展開ってなった時に、でも今2人なので自分が抜けてしまうと、うん、やっぱり売り上げがパクンっていうところがちょっとわからないなっていうところですね、はい、まあ、うちもめちゃめちゃ多いんですよ、女性でプレイヤーでやってる方めちゃくちゃ多くて、だから本当に同じ悩みですよね。これは打破していかないと、いつまでも現場に立つわけにもいかないですしね。何で一番困ってるんですか？求人が来ないのがやっぱ一番の悩みですか？そうですね、経験者の求人が来ないっていうところが一番。求人媒体は何使ってるんですか？求人媒体はホットペッパーとインスタグラムですね、うん、リジョブとかはやってないですか？リジョブは使ってないです。使った方がいいと思いますよ。リジョブって載せるだけってただなんですよ。経済量最初にちょっとお金かかるから、基本的にこうやって成果報酬型なんで、入ってきて断ればお金いらないんですよ。例えば未経験だとかっていらない、まあ最初にかけるんで、断れば別にお金かかってこないんで、で取って何ヶ月経ってからすぐ辞められたりしてもダメじゃないですか。だから何ヶ月経ってから成果報酬型で30万円とかお支払いするだけなんで、全然絶対かけとくだけかけといた方が 100% いいですね。あとはやっぱり私がもう一番のプレイヤーとして動いちゃってるので、はい、なんかこれが基準になっちゃってるじゃないですか、うん、そうですね、でやっぱりその下に伝えるってなった時もう直に下になってしまうので、うん、なんかその圧が強くなってるかな。まあそれはそうですよね、仕事中やしね、ピリピリしてるし、なぜこれできへんのって感じですよね。でなったらまずはそのお手伝いとかでもその事務的な仕事をしてくれるようなスタッフは一人入れた方がいいんですか？絶対入れた方がいいと思いますよ。アルバイトでもいいから入れて、でまあ本当になんか最初ってやっぱ誰もできない子多いと思うんですよ。やっぱり自分の動きをしてくれないじゃないですか。まあそれは自分が2人おればいいんでしょうけど、絶対そんな無理なんで、それだったらもうそうじゃないからこうまた意味があると思うんで、全部自分の動きされちゃったら独立もされちゃうし、なんか僕も思うんですよ。僕も 俺がたまに3人おったらなとか思うんですけど、僕が3人おったらおそらくみんな自分でやるしって考えると、やっぱりちょっとできないとか自分の考えとはちょっと違うっていうのがやっぱり一番理想なんで、まあそこでなんかこう怒ったりとか、わかんないですけど怒ったりとか、なんかこうきつくちょっと当たっちゃったり、そこは我慢してやっぱりこう優しく愛を持って育ててあげないと、自分のために頑張ってくれないと思うんで。逆にそういう子
たちっていうのは何を楽しくて仕事してるんですか？いや多分なんか最近の子らって楽しいっていうよりかは生きていくために仕事してる子多くないですか？僕そういうイメージなんですよ。なんか若い子も僕雇ってるんですけど、すごいなんか目標があるとかなりたい自分があるっていう子よりはどちらかというと生きていくためにこなしてるっていう感じが多分僕多いと思うんで、でもそういう人たちもいるじゃないですか。会社には絶対にこなしてくれる、全員意識高くても全員独立しちゃうし、全員なんか我が強くなるじゃないですか。よりもやっぱこうちゃんと的確に言ったことだけやってくれてお給料払うっていう、その子らが求めてるんだったらそれをね与えれば、それはその人にとって幸せなんで、僕はだからそういう人も大切だと思うんで。ってなった時に、例えば店舗展開ってなった時に、はい、そのどんどんそのじゃあ例えば私がこういう店を作りたいっていうのがどんどんこう薄まっていくじゃないですか、チェーンにとかにフランチャイズとかになってばなるほど、っていうところはどういうふうにこう踏ん切りをつけるっていうか、多分そこのこだわりが強すぎちゃって、職人さんなんですよね多分。そうですよね、よくありますよね。どう分けてるんですか皆さん？僕はなんか僕そもそも職人さんじゃないところが良かったと思うんですよ。なんかお寿司握るのも職人さんってやっぱうるさいし、焼肉屋さんも肉切るのうるさいじゃないですか。でエステもそうなんですよ、めっちゃ細かいじゃないですか。僕って全然そこ気にしなくて、だから職人さんは僕は正直扱いにくいなってだからずっと思ってたんで、考えると職人肌で行くんだったらもう職人肌で徹底的に行かないといけないですし、自分がいつまでも現場入る気持ちで行かないといけないですし、でもやっぱどっかは妥協してここだけは最低限ちゃんとしようね、お客様のためにっていう、お客様の前で恥ずかしくないものだけを作り上げるっていうのが僕大事だと思います。特にフランチャイズ展開だったりとかするってなったら、完璧なお店なんて多分100個も200個も作れないんでって僕は思います。じゃあそこの転換の時がちょっと難しい感じなんですかね。そのなんていうんだろう、自分がパッて抜けた方がいいんですかね、こう店がある程度できたら。いやそこも難しいところで。口を出さなくするんですか？僕は出さないですね。僕はその徹底してるのが施術内容だったりだとか、まあ技術だったりには僕一切口出さないんですよ。これ決めてるんですよ。でもただ人として間違った時とか、例えばトイレが汚いとか、そういう当たり前のことだけ口を出すって決めてるんですよ。他はもう一切出さないですね。美容室でもお前カラー下手やなとか言ったことないですし、分かんないんで僕ら。プロにはプロにしか分からないことあると思うんで、技術不足って結局合う合わないもあるじゃないですか。だから多分僕にとっては下手に見えても他の人から見たら上手く見える場合もあると思うんで、僕だけでこう測ったらダメやなと思うんで、僕は基本的に従業員に言ってるのは人間力ですね。ここだけ考え方とか捉え方とか人間力はめちゃめちゃうるさいです。その代わりなんか筋を通せとかそういうところはめちゃめちゃうるさいですけど、そこだけしかやってないです。でもそこだけで売れますよ人って。結局どんだけ技術あっても人間力なかったら魅力ないと思うんですよ。僕大切なところでやっぱ人間力だと思うんで、そこだけを常に僕が鍛えてる感じですね。その人間力のところっていうのはその鍛えて分かるものなんですか、それとももともとの素質のベースがあってからのまあ肉付きだと思うんですけど、分からない人は分からないんですか？分からない人は結構やめてきますね。やっぱり合わないですよね、はい、合わないですね。なんでこんな言われなあかんのって多分心で思ってると思うんですよ、うん、まあ、そういう人はもうそういう人だったっていうように、まあもう去るもの追わずですね、来るもの拒まずっていう感じで、僕からは絶対手は離さないですけど、向こうがそれにこの厳しさに耐えれないんであればやめていってもらった方がその人にとっても幸せですし、僕にとってもそっちの方がいいと思うんで、そこはもう割り切ってますね。だから本当は一番いいのは従業員とかも求人媒体じゃなくて今おる従業員の知り合いが絶対いいんですよ。もうこれ間違いないんですよ。だから僕らがよくやってるのはその子らに祝い金とか渡すんですよ、うん、あの祝い金であったり入ってきてくれたことに入社祝い金で、紹介してくれた子に紹介例として10万円ずつとかでもあげたらめっちゃ喜んでくれるんで、そういうのはしてますね。その要は利害関係以外のところで動いてくれるわけじゃないですか。求人って別にこっちがしないといけないことで、従業員に頼むのはそもそもおかしいじゃないですか。だからこそそのくらいにボーナスとしてお金を渡したりとか、対価としてお金を渡してますね。でもその頑張る子とかの呼ぶ子とかだったら同じような子が近くで働いてくるんですか？そうですそうですそうです。やっぱ意識高い子の周りって意識高い子いるんで、じゃあまたその友達が連れてきてくれたりとか。だから会社とか僕ら経営者がしないといけないことって、紹介したいと思われたい思われる会社とか社長であることなんですよ。従業員が紹介してもかっこいい素敵な社長でいることとか会社であることが僕は一番従業員が集まるコツだと思うんですよね。よくいるんですよ、求人媒体全然ならないんですよっていう人いるんですけど、それはお前やったらならんやろなと思うんですよ正直、うん、そもそも自分に原因があるんじゃないかって僕は思うんですよね。例えばその今の私の位置としてはフルマックスで動いてるので、それは赤にならないんであればちょっと減らして違うことに絶対そっちの方がいいです。
なぜかというと、なんか僕も一回こうサラリーマンで就職しようと思った時に辞めた理由が、そこの支店長がずっと動き回ってたんですよ。魅力ないじゃないですか、50歳ぐらいですよ。あ、俺30年後もこんな感じなんやって思って辞めたんですよ。この支社長の大手の上場会社のトップがこんだけ動き回って汗水垂らしてしんどそうにしてるんやったら、多分将来俺も絶対ここまでしか行かれへんのやったら辞めたと思ったんですよ。と一緒で、社長がいつまでも動き回ったりとか、社長がいつまでもこうしんどい思いしてやってる、素晴らしいことなんですけど、従業員からするとどっかでやっぱ退くタイミングってないと、ね、従業員がこう輝くタイミングもなくなるし、いつまでも多分そうやって幹部たちもこれからできてきたら、社長がまだ動いてないと私も動かなあかんよなっていう気持ちにしかならないと思うんですよ、うん、未来がだから見えないと思うんで。それは例えばお客さんを切ったとしてもって感じですか？って思います僕は、うん、お客さんを切るっていうのはまあ一番良くないですけど、まあ、お客さんを従業員につなぐ、まあ、もちろんリスクはありますけど、やっぱいずれそうしていかないと自分一人の体ってやっぱ限界あるじゃないですか。で、僕はやっぱバトンつなぎは大切かなと思います。ちょっと値段安くしてでもいいから、ちょっと私もちょっともう現場減るんで、この子もいい子なんでって言って紹介引き継ぎしてあげるっていうのは大切かなと思いますね。その中でじゃあ今の状況としては、じゃあそこの時間が来ましたってなったら未経験のやる気を育てるってこともあるんですか？もう絶対それありだと思います、うん、付きっきりでやってあげるとか、一緒にやってあげるとか、ケアしてあげるとかっていうのはめちゃくちゃ大切だと思います。この仕事はなくならないですか？絶対なくならないと思うんですよ。美容って絶対なくならないと思うんですよ。少なくとも僕らが生きてる間は絶対なくならなくないですか？うん、なんかそれこそネイルとかも機械とかが出てきて、うん、それなんかこう私はどちらかというとやっぱり接客とかっていうところを、施術プラスアルファの居心地の良さとか、うん、そういうところを売りにしてる。あ、絶対そうだと思いますよ。ですけど、うん、絶対そうだと思います。でもそこがやっぱりできることできない子っていうのがやっぱりいいってなった時に、ね、人間力ですよね、はい、うん、そこがちょっと少ない数にはなっちゃうんですけど、やっぱそこが薄い子がやっぱずっと多かくって、心から結構伝えてる、多分伝え方も上手じゃなく伝わりきれてないってとこがあった時に、なんかもう機械化になっちゃうのかなっていう寂しさもありつつ、でもまあビジネスとして考えるんであればそっちに行こうっていうのもあるのかなと思うんですけど、でも結局ふるいで勝つのは人間力とか気持ちなのかな。絶対そうですよ。だって美容室もそうですけど、まあ、エステにしてもネイルにしても、これ自動化になったら面白くなくないですか。やっぱり人と人がこう1時間1時間半って触れ合ったり喋ったり悩みを聞いたりとかできるから、そこに多分お金の価値が生まれて、みんな美容室にしてもネイルにしても自信を持って帰れるから、美容っていいじゃないですか。自信つけれるじゃないですか、お客様に。でその人がモテたりとか好きな子とつながったりとかね、また聞けたりとかするんで、それがやっぱ一番の良さだと思うんで、ここは絶対なくならないと思いますね、 100%。 あとはその自分自身が常にやっぱりまあ自分でやってるってところもあるので、もともとが多分そういう視点で、はい、なんかこう勉強していこうとかっていう気持ちでずっとやってると思うんですけど、うんうん、なんかそこまで別にやる気はないっていう子たちが長くそのお店とかにいてくれるようなそのお店作りとかって、なんかその温度差がある、うん、ありますね、ちゃった時に、それは温度差のある店は別でっていう風にコンセプトを変えて作っていく感じなんですか？あ、でもそれもありだと思います、うん、僕も実はこう結構2パターン作ってて、やっぱり業務委託サロンと正社員のサロンって全然違うんですよ、意識が。正社員のサロンっていうのは悪い意味じゃなくて安定を求めてる人たちなんですよ、やっぱり、うん、でこなされたことをやればいいんでしょっていう、なんで利害関係ないことをやらないといけないんですかっていう声が多いんですよ。でも業務委託で働いてる子たちってもっと人生成り上がりたいとか、自分の力でお金を稼ぎたい、要はお金をもらいに来てる人たちとお金を作りに来てる人たちと分かれてると思うんですよ。だから僕らは別々にしてます。ここ交わっちゃうともう意味わからないことになるんで、こっちは絶対こっちに怒るし、こっちからしたらこっちに怒るし。じゃあ店を分けてる？分けてます。でそのこっちの人たち、こっちの正社員とかで働く人たちのお店にはそういうお客様がいらっしゃるって感じですか？まあお客さんはちょっとどちらも分かんないですけど、正直まあでもこっちのお客さんの方が生き生きしてると思いますね。あ、はい、こっちの方はどっちかというと主婦さんとか、うん、もうちょっと人段落した方たちがとりあえずやっといてみたいな。価格も違かったりするんですか？あ、違いますね。でもこの業界とかだったらやっぱり1店舗じゃなくて数店舗作ってってじゃないと売上が上がりにくい業界ですね。そうですね、やっぱ店舗ビジネスって1店舗じゃきついですよね。やっぱフランチャイズ化しないと僕うまみないと思ってて、いつまでも本社で出し続けてもこれって同じことの繰り返しじゃないですか。借金して出して回収して借金して出して回収しての繰り返しなんで、まあ、どっかでバイアウトを考えてるならいいと思いますけど、やっぱりフランチャイズって美味しいと思うんですよ、うん、その分ね本社は大変ですけど、やっぱ自分のブランドを人が広めてくれるってめちゃくちゃありがたいことなんで、僕らだからフランチャイズオーナーファーストでやってますけど、だからそれはめちゃめちゃいいと思います。夢あると思いますよ。
はい、ローソンだってセブンイレブンだってね、弥生軒だって全部フランチャイズですから、うんうん、広まってるのは。まあね、あのね、軌道に乗ればパンパンパンっていくんですけどね、僕も軌道に乗るまでめっちゃしんどかったです。もう軌道に乗ればカンカンカンっていくんですけど、それまですごい店舗ビジネスで大変ですよね。人が辞めたりとか、入ってきてもまた辞めたりとかね。そうですね、なんかどこが、まあ反省というよりかは次どうしていったらいいんだろうなって思ってやってるけど、でもあ、これ重かったかとか、優しすぎちゃったかとか、やってあげすぎちゃったかとか、まあ、毎回そういうことの反省の繰り返しと、でも多分おせっかいなんですよね。おせっかいすぎて、うん、っていうことがすごく最近あったので、でもやっぱり手差し伸べちゃうなってなっちゃうのがすごくこう、まあでもそれはね、すごい素晴らしいことだと思いますよ。手を差し伸べで分かってくれる子も絶対いると思うんで、僕も手を差し伸べるタイプなんで、頑張ってる子には、うんうん、絶対手を差し伸べたくなるんで、はい、それはまあオーナーとしてすごい素敵だなと思いますけどね、僕は。あとはまあ、なんかネイルって今めちゃくちゃ僕難しい業界だなと思ってて、ネイルできる人って自分でやるじゃないですか、個人サロンで。でもできない人って教えるのってめっちゃ時間かかりません、ネイルって。でできるようになったら自分でやるじゃないですか。もうこれ結構意味わからんじゃないですか、もうぶっちゃけね。って考えると、僕ネイルはご自身だけでやって、他の従業員にはネイル以外のことやらせた方がいいと思うんですよ。仕組みで回るもの、ネイルってもう完全技術職じゃないですか。で完全に独立しやすいしじゃないですか。って考えたら、僕はネイルはご自身だけでさばいて、他のことを覚えさせてあげた方がいいと思います。研修期間1ヶ月とか2ヶ月でできるようなものだったら、新人入ってきてもすぐデビューできるから、あまり出入りが多くてもやりやすいと思うんですよ、僕ビジネス。あと広げやすいと思うんですよ、それこそ店舗。ネイルで今広げてるところってあんまないと思うんですよ。めっちゃ難しいと思うんで、それこそネイルの学校自分のところで持ってるところとかしか厳しいと思うんですよ。ちなみにそのまつげエクステも厳しいですか？まつエクスか、正直まつエクも厳しいと思います。まず美容免許を持ってる子で、さらに美容師を辞めた子じゃないですか、うん、ってことは、まあ、言い方すごく悪くすると美容室挫折組なんですよ、うん、でその子らにもう一回マインドを入れ替えて、松井子頑張ろうって、これ結構難しいじゃないですか、うん、って思うんですよ、僕。美容師さんはどういう感じなんですか？そのやられてる美容師さんとか、やっぱ紹介で。あ、僕らも紹介ばっかりです。もともと働いてて、はい、僕らも紹介で百何十人と集まりましたね。あまり求人媒体には頼ってないですね。だって求人媒体に頼る人ってあまり質良くないんですよ。だって友達いないってことじゃないですか。大体普通友達に聞くと思うんで、言い方悪くするとね、うん、なんで紹介が絶対一番いい子たちが来るんで、僕らは紹介重視ですね、はい、でもまずは求人。でもそれでネイルをやるってなったら、まあ教えてどっかの店に入ってもらうとか、まあ運が良ければうちに来てもらって。まあそうなるっすよね。そうなるんで、やっぱネイルとかっていうよりかは、僕は、うん、まあ誰でもできるもの、1ヶ月ぐらいの研修期間があればできるものを主軸にした方が、広げやすいのは絶対広げやすいと思います、うん、もうそこなんですよね。それこそレーピー、ルビーがやっぱりこう広まってる、はい、すごく広まってます、はい、まあ、私の地域のとこでも、はい、やっぱ未経験でやってる子とかが、はい、やっぱりこう、ね、チームみたいな感じでやっていくじゃないですか、はい、こちらはこう飽和状態になったりとかしないんですか？結構グワーってなってるじゃないですか。なってますよね。でもあれぐらいのサロンって、あのね、今2500代理店ぐらいかなあるんですけど、あれ1万件ぐらいまであの規模っていくんですよ、うん、だね、1万件までは全然いけると思います、はい、まだまだまだ4分の1ぐらいなんで、全然まだまだ僕とか優子さんは行くと思ってますね。すごい見かけるまで、はい、すごい流行ってるんだなと思って、はい、あ、ハーブピーニングがやっぱ検索ワードで今上の方なんですよ、うん、ハーブピーニングと、あと眉毛ですね、アイブロウ僕らもやってますけどとかで、やっぱホワイトニングもまあ割と上の方ですけど、でもこれって一番いいのが、検索ワード上のくせに誰でもできるんですよ。松江区って、松江区とか、うん、今、ネイルって誰でもできないんですよ。免許もね、ちゃんとしたの取得いるし、で研修期間なんてめちゃくちゃいるじゃないですか。で研修終わったら自分でやるし、意味わからん連鎖に入るじゃないですか。だから僕は誰でもできるようなビジネスがやっぱ一番広がりやすいなと思います。僕飲食店もめっちゃやってたら分かるんですけど、焼肉屋とかもやってるんですけど、やっぱ焼肉屋とかお寿司屋さんってめちゃくちゃ広げにくくて、職人さんがいるんですよ。で自分でできるようになってお客さんって自分でやるじゃないですか。なんで難しいんですよ。でも居酒屋とかってアルバイトでできるんですよ。だから広げやすいんですよ、はい。ってなると、じゃあ次の店舗とかいろいろ考えるとなった時には、はい、正直同じような形態でやらない方が、うん、まあ、ね、できるものはできるものとしてご自身でやられて、で広げていく分にはなんか違うもので売り出しても僕はいいと思いますよ、うん、はい、そっちの方が一気に広がると思いますよ、うん、僕も正直、じゃあネイルを広げてくれって言われたら正直ちょっと難しいなと思いますもん、うんうん、まず求人に引っかかるんで、うん、集客が取れるじゃないですか、うん、それなりに。ただ求人に引っかかるんで、求人と集客がどっちも取れるものしか僕はできないと思う、広げれないと思うんですよ。フランチャイズとしても売れないと思うんですよ。
それケイタさんから求人集まるんでしょって言われたら終わるんで。いやだからそういうなんか一つ一つの方向性っていうのが、うん、やっぱりこうこれどうなのかな、あれどうなのかなっていうので全然前に進めないので、うん、やっぱりはっきり言ってくださることによってまた、ね、まだ足を踏み出してない状態なので、うん、その参考にすごくすごくさせていただいてるし、まあでも今の状況がいいとは全然思ってないので、うん、あの私自身もそうだしお客さんもスタッフにとっても全然良くなってないので、うん、自分自身がちゃんと道を見つけないと、うん、目標がないってなっちゃうとやっぱ下も困っちゃうと思うので、なのでそこをやっぱりちょっと今後、まあでも5台もね施術があるんならね1個別にね新しいものやってもいいと思いますけどね、ルビーにしろアイブロウにしろ1回置いてもいいと思いますけどね、別に そんなにお金かかるものじゃないんで。アイブロウは始めるんですよ。おいいじゃないですか。で今やってるんですけど、ただ私とそのスタッフなので、はいはいはい、新しいのが入ってくれないと、うん、結局お客さんが回す、そっかそっかそっかっていうところなのでって考えるとやっぱり求人で、求人引っかかるんですよね。になりますよね。でもアイブロウとかやったら今稼げるんで求人かかると思いますよ、うんうん、一回その先ほど言ったリジョブはかけてみてください、はい、うん、調べたらすぐ出てくると思うんで、はい、まあ、かけるだけかけといたらいいですよ。成果報酬型は来たらラッキーぐらいな感じで、はい、歩合なんで。あとはまあ企業サロンメンバーでもくすぶってる子もいると思うんで、ぜひ懇親会とかも来ていただいて、これから、ね、せっかくなんで、まあ、あと LINE とかで全然いつでも質問してください。僕あの忙しいと思うんでとか気ぃ使うのが一番嫌なんで、全然バンバンくれて大丈夫なんで、わかりました、はい、僕返信早いんで。めっちゃ早かったです、はいはい、みんなに言われるな。忙しい、わかりました、ぜひ送らせていただきます、はいはい、じゃあ一回やって、はい、宿題でよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、すいません。